世界中の暖かい海域に生息するハンドウイルカ。多い時には100頭を超す群れを作り、集団での生活を基本とする。群れの最小単位は子育てを行うポッドと呼ばれる集団であり、 5,6 組の母イルカと子イルカに加え、子のいないメスイルカが数頭加わって形成される。ポッドを形成するイルカたちの結びつきは非常に強い。子育てが終わるまでの数年間はメンバーが交代することもなく、食事や睡眠などで母イルカが子イルカの元を離れるときには他のメスが代わってこの面倒を見る。ポッドの行動で特徴的なものに、群れ全体がタイミングを合わせて潜水するというものがある。ハンドウイルカの呼吸は通常は1分間に数回という頻度であるが、餌となる魚を追う時や外敵から逃れる時など数分間の潜水を行うこともある。ポッド全体でタイミングを合わせて潜水するのは、まだ泳ぎのうまくない子イルカに対する一種のトレーニングと考えられるが、その行動は非常によく統率されており、緊密なコミュニケーションが交わされていると想像するに難くない。潜水タイミングを伝える行動とみなされているものに、尾びれで水面を叩くテイルスラップがある。ポッドには明確なリーダーはいないが、誰かの発したシグナルの意味をそれぞれの子に伝え、一斉に行動する。リーダー役を定めず、外敵の出現なり何らかの環境変化をいち早く察知した者の合図で素早くポッド全体を危険から遠ざけるための工夫と考えられるが、このような高度な社会性を有している動物はごく限られる。一体ハンドウイルカはどのような形で緊密なコミュニケーションを交わしているのだろうか。イルカは感覚器官がよく発達しており、水中でも高い視力を得ているほか、よく知られているように超音波を発してその反射音で周囲の状況を知るエコロケーションを行う。また超音波だけでなく、クリック音と呼ばれる短い音を頻繁に発するが、これは個体間のコミュニケーションを行う一種の言語だと考えられている。詳しい研究によれば、ハンドウイルカの言語には何をどのようにしてどうするという程度の文法は備わっているようである。しかし詳細な研究を重ねてもなお、テイルスラップのような合図とクリック音による言語をどのように組み合わせて会話しているのかはまだよく分かっていない。いずれにしてもハンドウイルカの群れには環境の変化を敏感に察知し、それを素早く群れ全体の意思として統一させる高度なコミュニケーション手段が複数存在することは間違いないだろう。人間にはこれほどまでに自然を測るセンサはない。しかし人類には分析力という種を超えた力がある。その分析力で自然を測り、多様で美しい地球の姿を守ること、それが人類に与えられた使命と言えるだろう。
ハイテクの一歩先にいつも堀場製作所。